植物学とは植物を対象とする生物学の一文化。古くは生物を動物と植物に分けることが一般的であり、生物学が誕生する以前から動物学と植物学は存在していた。なお、近年の分子生物学や生命科学など発展に伴って古典的な植物学から脱却したというニュアンスを込めて植物科学と呼ぶこともある。 植物学の解分野として、植物形態学、植物発生学、植物生理学、植物地理学、植物生態学などの諸分野がある。また、対象とする生物ごとに、シダ学、コケ類学、ル類学、樹木学などと分けることもある。農学や林学、園芸学、草地学との関わりも深い。の二名法以降、分類学的な研究が発展し、 メンデルの法則以降は遺伝学による育種学も行われてきた。最初に発見された細胞がコルクであったように、植物細胞は細胞壁を持つため、その組織は観察がたやすい。顕微鏡の使用が行われるようになって、すぐに細胞が発見されると、組織学的研究が進んだ。細胞説も植物に関してが一歩先んじている。ただし、それ以降の進歩は、 早いとは言えない。その要因の一つには、動物のような生体解剖が植物では難しいことが挙げられる。動物では体内に各種機関があり、区別して取り出せるのに対して、植物ではそれぞれが細胞単位で機能しており、しかも互いに密着している。したがって、そのレベルでの植物の機能については単純な機構を想定しての推測になる面が多かった。 この分野では21世紀現在でも研究が進行中である。植物が餌も取らずに成長することについてはヘルモントが柳の成長とその間の土の損失を測定した実験など古くから探究が行われてきた。様々な光合成に関わる条件やその影響の出方から20世紀初頭には名反応と暗反応の存在が予想されるに至ったものの その気候についての具体的な解明が行われたのは、呼吸差の解明以降であった。また、個体レベルの生理学は、成長の調節や形成、屈辱の研究から、植物ホルモンの発見などが挙げられる。遺伝学は、メンデルがエンドウを使って、法則を明らかにしたことで発展が始まり、白いぬなずや、稲、タバコを、モデル植物とした研究が、盛んに行われてきた。 ただ、それ以前から遺伝学の実験には植物がよく使われていた。人が飼育栽培する生物の中では植物の方が寿命が短く管理しやすいものが多かったためであろう。しかし、症状梅や赤パンカビなどがモデル生物として使われるようになってからは研究の最前線においてモデル植物の利用は減少した。植物地理学は 世界の様々な地域での植物賞の分布を論じるが、植物賞はその地域の相関を決める重要な要素である。したがって、地理学と強固に結びつき、気候体の区分などに向かった。また、各地における様々な植物群落の蘇生を調べる研究は、植物社会学といわれる植物に関する群衆生態学へ発展した。他方で、 そのような植物群衆の移り変わりから繊維の理論が発展した。さらに、それに動物群衆をまとめて考えることで生態系の概念が生まれた。これらは生態学の重要な部分を占める。ありがとうございます。